はい、続編ですけども、朝の、まあ、計画とは違ってですね、どんどん下がってるんですよね、今ね。これ1時間足なんですけども、ご覧ください。だいぶ下がって、赤いラインを突き破って、このゾーンも突き破ってる感じなんですよね。だから、こっから急激に下がるんではないかなと思って4時間を見ると、4時間は、まあ、下がる余地がまだまだありますね。この2本の赤いラインの中で推移してますから、多分これ下がりますね。デイリー見てると、こんな感じでぐっと下がるんではないかなと思いますね。ちょっと1時間見てるとこの下がりがね、来てるんで、今日の予定を変更して1回上上がって、それから下がるのかなと思ったんですけど、上がらずにずっと下がりそうなんで、このままセル入れますね。あ、今これで売りをかけました。こんな形ですね。一応ストップロスね、つけていこうかと思いますけども、これはこの辺かな。多分ね、これ上に上がらないんですよね。だいぶ下がるんじゃないかな。はい、ちょっと無言になってすいません。今、あれ、動かないな。これか。この辺りまで。110円の150まで、110円の150まで、テイクプロフィットラインを設けて、で、ロスカットをですね、どこだ?ロスカットを110円の365、あたりに設けてます。368とかあの辺に設けてます。ここまで上がってきたら、まあでもな、これ多分ね、この辺までですね。ロスカットラインは110円の400まで上げました。だからここまで一回上昇してガンと勢いつけて下がる可能性があるんで、その代わりリスクリワードの点からですね、しっかりと利益のポイントっていうのは深く取っていこうかと思います。ちょっと緊急で、お、これはぐっと下がるなと思ったんで、このように今させてもらってますけども、さあ今日はどうなるでしょうか。